アイーダ、アイーダ、アイーダ・アレーナ・ディ・ベローナ音楽祭は、イタリアのベローナで毎年夏に開催されるオペラ、音楽祭。会場は、アレーナ・ディ・ベローナであるが、これは3万人を収容できる古代ローマの、円形競技場の遺跡である。公演は、夕暮れから始まり、観衆は、日が落ちると持参した、小さなキャンドルを灯すのが伝統である。1913年、 ケノール歌手、ジョバンニ・ゼナテルロ、ソプラノ歌手、マリア・ガイ、指揮者、トゥリオ・セラフィン、工業士オットーネ・ロバートラの尽力で、ジュゼッペ・ベルディ生誕100周年を記念して、アレーナ・ディ・ベローナで、アイーダが上演された。アレーナは満席になり、観客には、ジャコモ・プッチーニ、ピエトル・マスカーニ、アリー・ゴ・ボーイと、フランツ・カフカの姿もあった。こうして2度の世界大戦による中断を挟んで、 現在に至る音楽祭の歴史が始まった。多くの歌手が音楽祭に出演することで知名度を高めた。1929年にベニャミーノ・ノジーリはフリードリッヒ・ホンフロ等のマルタに出演した。マリア・カラスは1947年から1953年までアミルカレ・ポンキエリのラジョ・コンダに出演し、センセーションを巻き起こした。 また、ゲオルク・ビルヘルム・パープストが演出した1953年のアイーダではアレーナに水を張ることでナイル川を航行するエジプトの船をイメージさせた。このアイデアは1999年のピエール・ルイージ・ピッチの演出に受け継がれた。パープストは、さらに象や馬などの動物も用い、このようなスペクタクルな舞台は音楽祭の特徴となっている。オペラの他に、 オーケストラのコンサートやバレエの公演も行われる。1976年には、モーリス・ベジャール率いる20世紀バレエ団が、モネ公共楽団の伴奏で、公共曲第9番を踊った。その他の代表的なコンサート曲目には、ベルディの、レクイエム、テデウム、ジョアキリの、ロッシーニ、スタバート・マーテルなどがあり、バレエ作品には、レオドリーブの、コッペリア、ピョートル・チャイコフスキーの、 白鳥の湖、眠れる森の美女などがある。1976年から音楽祭の活動は拡大し、10月から5月にかけてフィラルモニコ劇場が使用されるようになった。これによりオーケストラ、合唱団、バレエ団、技術者たちを常設できるようになった。ありがとうございます。